皆さん、こんにちは。デトネーションゲーミングのレバです。ということで、本日もレバ TV 始めていきたいなと思います。今回は、監督について話していきたいなと思います。 まあ今もう発売されて2ヶ月ぐらい経ちますけど最近で言うとこう4231がすごく流行っていたり開幕当初で言うと4312がずっと流行っていたりなどまあ監督もマイクラブモードではかなり重要でしてやっぱり監督の戦術しかマイクラブは使えないのでそういった意味でもかなり監督選びっていうのは大切になってくるのかなと思ってますということで今回は個人的に使ってみて使用感がすごく良かった監督を紹介していきたいなと思います はい。まず一人目。いずめシュルベストル監督ですね。この監督は、まあ最近流行りの4231ができる監督で、まあ自分もこう4231本当に強いのかっていうのをずっと思ってたんですけど、何回か使ってみると、やっぱりすごく強いっていうのが分かって、やっぱりースレベル1個上げた時の攻撃力っていうのがすごくこうやりやすくて、こう選手の幅がすごく近いので、こうワンタッチワンタッチで結構シュートまでいける た意味でもすすごくやりやりかったなと思いますで守備に関して言うと結構、ディフェンスラインがこの監督は3で結構低いのでその攻撃がシュートで終われなかった時に結構、ディフェンスラインと中盤の間のスペースが空いてしまうかなっていうのは、まあ、あったんですけど、まあ、攻撃においてはすごくやりやすかったなっていう印象ですね。 次にジャンピエール・ガスペリー監督でで、すね。でまあ、この監督はまあ3バック3 5 2ができる監督でこの監督もま開幕当初4 3 1 2が流行っていた時に、まあ、4 3 1 2対策として結構使われた監督でやっぱり4 3 1 2に対して2ボラと 3CB で相手のツートップを見る形になるのでこう。 2人で相手の CF だったりトップ下を挟めるのですごくそういった意味でもこう安定して守備も3バックなんですけど431に対してはできたかなという印象です で攻撃に関してもこうやっぱり3バックでサイドハーフがずーっとこう基本的に浮いている状態なのですごくこうポゼッションがしやすいと言いますかでポゼッションをすると中盤の人数はかなりこの3バックなので多いので相手より多い状態なのでかなりワンツーもできて攻撃につなげやすいっていう印象がありました、まあ、でもやっぱり最大の負け点 単勝でいうのは3バックなので相手のフォーメーションによってはまなかなかこう対応しづらいと言いますか、まあ、ウィングありの3トップだったりとかには結構ま難しいかなっていう印象がありますでも431に対してはすごく強いっていう今は印象です 次に、マルセロ・ガジャルド監督ですね。まあ、この監督は4、1、3、2ができる結構攻撃的な監督で、この監督は逆に言うと3バックに対してすごく強いと言いますか。やっぱり3バックはなかなかこう、カウンターに弱いっていう印象があるので、そういった相手に対してサイドハーフを活かしながら攻めるとすごくこう、攻めやすいと言いますか。結構簡単にシュートまでいけるっていう印象です。 で守備のコンセプトに関してもディフェンスラインの高さだったりコンパクトニスが、まあ、78オフェンシブとディフェンシブでどっちも選べる状態で攻撃に関してもポゼッションショートパス中央、まあ、流動的になっちゃうんですけど、まあ、すごくサポート距離に関してもいい状態なので、まあ、選手間の距離っていうのもそんなに悪くなかったかなっていう印象です。 やはり短所で言うとかなり攻撃的な監督なのでカウンターに少し弱いかなっていうのが使っててありましたねやっぱり DMF アンカーの選手一人だけ残ってる状態っていうのがかなりあったのでそういったところの守備っていうのはなかなか難しい部分はあるんですけどやはりサイドハーフを生かして攻めたいっていう時にはこの監督はすごく使用感的には良かったかなという印象です 次にブルーのジェネシオ監督ですね、まあ、この監督は開幕当初にフィッシャーかブルーのジェネシオかっていうぐらい多くの人が使っていた監督でやっぱり守備のコンセプトがすごくいいっていうのがありますねフォアチェック中央アグレッシブでディフェンスラインの高さも5あって、まあ、コンパクトネスも7でディフェンシブ戦術にすればコンパクトネスが8までいくということで結構こうやはり中央が今作も強いって言われていてそういった中でもしっかり中央も ね、しっかり守れてその分攻撃に関してもサポート距離が、まあ、1と2、まあ、どっちも選べるんですけど4312なのですごくこうワンタッチワンタッチで細かく選手間の距離がすごく近いのでそういった意味ではやりやすい部分はあるのかなと細かくワンタッチで多くつなげる監督かなっていう使ってて思いました。 なのでまあ4312で言うとフィッシャーがブルーノ・ジェンシオかっていう感じですねで攻撃のコンセプトもこのブルーノ・ジェンシオがポゼッションでフィッシャーはカウンターなので結構好みが分かれるかなと思うのでまあこの2監督に関しては使いやすい方ですねやはり攻撃タイプポゼッションとカウンターっていうのはかなり変わってくるので自分の使いやすい方を使うのがいいかなと思います次はフィッシャー監督ですね まフィッシャーに関しては初期監督なのでもう買うことは難しいのかなっていう感じなんですけどまあ本当に現状今の環境でも安定で強いかなと思いますなのでまあ自分は今でもベースはフィッシャーのディフェンシブ戦術ですねを使ってやってます やはりディフェンスラインの高さも5あってコンパクトネスも8あるっていう感じですごくいいコンセプトを持っていてで攻撃タイプもカウンターですごく攻めやすいので初期監督でこれだけいいコンセプトを持ってるっていう感じだとすごくいいのかなと思います最後にジョルディ・ラストラ監督です でこの監督も4132の監督で、先ほど紹介したガジャルド監督と結構似てはいるんですけど、この監督は攻撃コンセプトがカウンターで、カウンターショートパス中央フォーメーション重視、サポート距離5。正直、この攻撃コンセプトがすごく理想ですね。自分としては。安定して多分強いと思います。この攻撃コンセプト。多分自由にこうマイクラブでコンセプトが変えれるってなったら、この攻撃コンセプトにすると思います。 それぐらいコンセプトが優秀な監督でしかも4132っていうことで本当に選手の距離感がすごく良くて、まあ、サイドハーフの抜け出し方もカウンターなのでこうガジャルド監督よりは結構こう裏にどんどん走ってくれる印象がありました。 で、まあ、ディフェンス面で言うと、やっぱりこう、ディフェンスラインの高さが4、で、コンパクテンスが7っていうことで、やはり少し中盤のスペースだったりが空いてしまうかなっていう部分はあったんですけど、この攻撃コンセプトに関してはすごく魅力的な監督で、使用感的にもすごく良かったかなと思います。ということでね、今回はおすすめな監督を紹介していったんですけど、個人的に監督の選ぶ基準といいますか、買う基準っていうのを紹介して いきたいなと思うんですけどまず一番個人的に重要にしてるのは守備コンセプトの方ですね守備コンセプトのディフェンスラインの高さとコンパクトネスをまず一番最初に見て最低条件としてやはりどちらも5以上はなるべく欲しいかなっていうのはあります。 で、その次にやはり、フォアチェック、そして、追い込みエリアの中央サイドどっちかっていうのを、まあ見ていく形にしてます。やはり、ディフェンスラインの高さとコンパクトネスっていうのは、自分がこう、操作できない場所、もう本当に AI がその場所にいるっていう感じなので、そこに関してはかなり、まあ重要視して見てます。 で、ディフェンスラインの1、2の誤差ぐらい。まあ4とか3とかまでならまだいけると思うんですけど、2とか1とかになってくると、本当にかなりディフェンスラインの低くなってしまうので、そういったところではなかなかこう、中盤とのスペースっていうところも空いてくるので、個人的には結構難しいかなっていう印象があります。で、コンパクトネスに関してはなるべく高い方がいいです。できれば10の監督が出たらすごくいいかなって思ってます。そういうぐらいコンパクトネスは高い方がいいです。 なので、コンパクトネスが高い監督であれば、まあ、ディフェンスラインは少し妥協してもいいのかなっていう感じで見てます。で、あと、まあ、自分が意識してるのは、自分が苦手な方。 これは自分が個人的に意識していることなんですけど自分は守備があまり得意ではないので守備のコンセプトが自分に合ってる監督を結構選ぶようにしてます正直攻撃に関しては結構、まあ、自信を持っている部分なのでなんか攻撃コンセプトに関しては多少こう一つぐらい自分の好きじゃないコンセプトと言いますか攻撃エリアがサイドだったりビルドアップのショートパスがロングパスだったりっていう部分はあまり気にせずにしてます やはり自分の苦手なコンセプトが自分に合ったやつにしてなるべくこう自分の短所をを少しででも生かすすすコンセプトでなるるべくカバーするっってていうことをやってます、まあ、自分の長所をね生かすっていう攻撃が好きでその自分に合った攻撃のスタイルの監督を選ぶっていうのもありなんですけどやはりこう安定して勝つ上ではやはり短所を少しでもこう減らしていくっていう部分が重要になってくると思うのでそういった部分を意識しながら、まあ、自分は。 監督を選んでますということで今回は個人的におすすめな監督を紹介していったんですけどまた今後いろんなフォーメーションが流行ったり新たな監督っていうのも出てくると思うのでまたそういった強い監督っていうのが出てきたら紹介していけたらなと思うので是非参考にしてみてくださいということで今回はこの辺で終わりたいなと思いますまた次回の動画でお会いしましょうご視聴ありがとうございました